日本埼玉県所沢市、久米の久米のは、埼玉県所沢市の大技。郵便番号359-1131。所沢市中南部に位置する。北で星の宮、南住吉、東で、北吉、南東で、東京都東村山市、久米川町、南で、松が丘、西で、荒畑、北西で山口と隣接する。また北東側に飛び地を持ち。 北で、楠す台、東から南にかけて、北秋津、西で、東住吉と隣接する。西南部の鳩ぽ公園周辺は、や山が丘漁の一部となっており、ナショナルトラストによる、トトロの森2号地など、豊かな自然が広がる。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、久米屋ザ東1450番17の地点で14万6千円。 平方メートルとなっている。東村が、所沢町と合併した1943年頃の、大和久米は、現在の南住吉、東住吉、西住吉、西の宮、松ヶ丘、楠の木台、金山町の一部を含む広大な範囲だったが、1965年から1993年に、かけて町名変更や住居表示の実施により、 少なからぬ部分が失われている。かつて、クメボと名乗る者がこの地に居住したためとされる。2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西武新宿線、西武池袋線が通るが、駅は設置されていない。所沢駅が最寄り駅となる。ありがとうございます。